亀山天皇陵、小佐賀天皇陵天竜寺は、京都州京区佐賀天竜寺すすきの馬場町にある、臨済州天竜寺派の大本山の寺院。三号は、霊気山。正式には、霊気山天竜市政前寺と呼する。本尊は、釈迦如来、海気は、足利高氏、さ山は、無双祖籍である。 足利将軍家と五代五天皇ゆかりの禅寺として、京都五山の第一位とされてきた。古都京都の文化財として、ユネスコ世界遺産に登録されている。天竜寺の地には、平安時代初期、佐賀天皇の皇后、橘花の勝子が開いた、断輪寺があった。その後、約四世紀を経て荒廃していた、断輪寺の地に、五佐賀天皇とその御子である。 亀山天皇は力宮を営み、亀山殿と称した。亀山とは天竜寺の西方にあり、紅葉の名所として知られた小倉山のことで、山の姿が亀の甲に似ていることからこの名がある。天竜寺の三号、霊気山もこれにちなむ。足利高氏が五代醐天皇の母代を弔うため、大覚寺等の離宮であった亀山殿を寺に改めたのが、 天竜寺である。高氏は、略王元年、延元三年、聖遺体将軍となった。五代醐天皇が、吉野で崩御したのは、その翌年の略王二年、延元四年である。足利高氏は、五代醐天皇の始めた、剣務の申請に反発して天皇に反旗を翻した人物であり、対する天皇は、高氏追悼の命を出している。いわば、仇である。 五代醐天皇の崩御に際して、その菩提を弔う寺院の根流を高氏に強く進めたのは、当時、武家からも損すを受けていた前僧、武装祖籍であった。次号は、当初は年号を取って、略王子生前寺と称する予定であったが、高氏の弟、足利忠義が寺の南の多い川に、金竜の舞う夢を見たことから、天竜死生前寺と改めたという。 寺の建設資金調達のため、天竜寺線という貿易線が仕立てられたことは、著名である。脱径供養は、五代醐天皇七回帰の公営四年に行われた。延文三年一月、伽藍が消失する。常時六年二月、伽藍が消失する。大安六年九月、仏殿、報道、三門などが消失する。攻略二年十二月、栗などが消失する。 天竜寺は、欧永17年以来、京都五山の第一位として栄え、地域は、約950万平方メートル、現在の乱殿片平の辻駅あたりにまで及ぶ、広大なもので、シー150カ、寺を数えたという。しかし、このようにたびたびの火災により、創建当時の建物はことごとく失われた。また、達中、高原院は、第二代将軍、 足利義明の子、柏庭清子祖が解散として開いた達中だが、以降足利家から、清くや清明などを、陰樹や僧として迎え入れている。文安4年7月、ガランが消失する。応仁2年9月、応仁の乱に巻き込まれ、ガランが消失する。天正13年には、豊臣秀吉により、治療1720国が寄進された。文禄5年、 京町伏見地震にて建物が倒壊。その後復興し、しばらくは安泰であった。慶長九年には徳川家康により治領七0二十国が安堵される。文化十二年一月、報道、法上などが消失する。現時元年七月、金門の辺で長州藩兵が立てこもり攻撃してきた幕府軍や薩摩藩兵の陛下にかかって大打撃を受け。 ガランが消失する。ちなみに、長州人が去った後、村田新八が指揮する薩摩藩兵が、天竜寺より銃器を略奪した後に大砲を打ちかけており、故意による放火である。よって、現存ガランの大部分は明治時代後半以降のものである。なお、北条の西側にある無双祖籍作の庭園にわずかに当初の面影が伺える。また、 2500点余りの天竜寺文書と呼ばれる文書群を所蔵しているが、中世のものは、たびたびの火災で原本を失ったものが多く、後に、関係の深い臨戦寺の文書が、天竜寺に多数移されたこともあって、一般に天竜寺文書と言われるが、現実には、臨戦寺文書が多数を占めるとまで言われている。これに対して、近世のものは、寺の日記である、 年中記録などの貴重な文書が伝えられている。共に中世、近世の京都寺院の状況を知る上では貴重な資料である。法上の北側には宮内庁管理の亀山天皇陵と御佐賀天皇陵がある。境内東端に直守門があり、参道は西へ伸びている。これは通常の前州寺院が原則として南を正面とし南北に 主要建物を並べるのとは異なっている。三道両側に達中が並び、正面に報道、その奥に大法城小型城栗、多法殿などがあるが、いずれも近代の再建である。上は2年に武双は、亀山十境の地の天竜寺十境を創設。大法城東側の中門から、天竜寺北門までに広がる、宗原池餅持の丘。 百貨園を含む庭園は一般開放されている。庭園出展2000年までの指定物件については国宝重要文化財大全別館による。天竜寺は明治の活動を邪神の時代から京都の映画人に愛され映画のロケ地に数多く使われた。現在では映画のロケは断っているが撮影所や嵐山電車からの近さ。 武家屋敷のような佇まいや、近くに土月橋や峡谷もあり、変化の多い風景から、大正時代には、毎日一二組がロケをするほどだった。明治45年に、日活が創立されると、1月、2月には必ず、大雪になるというので、毎年のように、尾上松之助主演の中心蔵雪中打ち入りの場面がここで撮影された。 戦時中は出生も戦没もすべて神社優先となり、寺院は経済的に苦しくなり、稲垣博監督は天竜寺からたまにはロケをしてくださいよと頼まれたことがあったという。戦後、野牛武芸町での三船敏郎と鶴田浩二の王ちゃんばらや大岡聖壇完結編での大河内伝次郎の丹下左膳が死の決心をする悲壮な場面はここで取られている。 天竜寺七福神巡りは節分に天竜寺の、葬門前、報道前で複雑さを受け、境内達中七寺を巡る。七福神が回避され、お札を授かり一年の幸福を祈願する。三州院、地住院、広志原院,院、松岩伯寺、明治院、琴吹安市院、栄明院の七達中になる。当日は、境内で節分の豆まきも実施される。 原田正俊編、天竜寺文書の研究 ISBN 978から4から 784215713PE432 玉、久喜秀和は、室町時代の前奏、特奏、周スクの弟子、無奏祖籍の法尊、水上王の子、五佐賀天皇の六世孫、広志源氏、臨済宗大本山天竜寺達中、陳、草原、 第30号発行大本山天竜寺2017年9月12から13、ーハット、草原、第29号発行大本山天竜寺2016年8月、草原、第31号発行大本山天竜寺2018年8月、平田聖光、原油総級著、審判古事巡礼京都旧天竜寺1 0 4ーハット、図説日本の史跡六中世、同胞者、 出版、1991P285 本品は重要文化財指定物件であるが、文化庁サイトの国指定文化財等データベースには収録漏れになっている。指定告示は、明治39年4月14日内務省告示、第39号平成24年9月6日、文部科学省告示第125号京都観光、旅行平田成功、 原油総級著、審判古事巡礼京都旧天竜寺、P30 平田成功、原油総級著、審判古事巡礼京都旧天竜寺、P77、日本映画の若き日々。ありがとうございます。